自分の声があらゆる方向から増幅されて帰ってくる閉じた空間エコーチェンバーエコーチェンバー現象とは閉鎖的空間内でのコミュニケーションが繰り返されることにより特定の信念が増幅または強化されてしまう状況の比喩であるエコーチェンバー化またはエコーチェンバー効果とも言うここで比喩の対象となっているエコーチェンバーとは 閉じられた空間で音が残響を生じるように設計、整備された音楽録音用の残響室のことであり、レコード会社のレコーディングスタジオなどに設置されている。現代ではエコーチェンバーと同様の音響効果をデジタルで再現する機能もエコーチェンバーと呼び、元の音楽にミュージックプレイヤー側でリバーブをかけて再生する機能をエコーチェンバー効果などと呼んだりしているが、この項目で述べる エコーチェンバー効果とは関係ない。それに関してはリバーブレーターお参照のこと。世の中には様々な人がおり、様々な意見を持った人と触れ合うことができる。世界に開かれたグローバルでオープンな場で公開討論のような形で意見を交換し合うことができるコミュニティがある。一方で同じ意見を持った人たちだけがそこにいることを許される閉鎖的なコミュニティもあり、 そのような場所で彼らと違う声を発すると、その声はかき消され、彼らと同じ声を発すると、増幅、強化されて帰ってきて、自分の声がどこまでも響き続ける。それが、エコーチェンバーである。エコーチェンバー現象とは、エコーチェンバーのような、閉じたコミュニティの内部で、誰と話しても、自分と同じ意見しか返ってこないような人々の間で、コミュニケーションが行われ、 同じ意見がどこまでも反復されることで特定の情報、アイデア、信念などが増幅、強化される状況のメタファーとなっている。このエコーチェンバーの内部ではエコーチェンバー内の公式見解には疑問が一切投げかけられず増幅、強化されて反響し続ける一方でそれと異なったり対立したりする見解は検閲、禁止されるか。 そこまでならないとしても目立たない形でしか提示されず、すぐに書き消されてしまう。そうするうち、たとえエコーチェンバーの外から見た場合にどんなにおかしいことでも、それが正しいことだとみんなが信じてしまう。エコーチェンバー現象はインターネット時代に特有の現象というわけでも、また政治的な意見に特有の現象というわけでもない。エコーチェンバーという比喩表現は、 インターネット時代となる以前の1990年にデビット賞が記事の中で用いたとされる。インターネット時代におけるエコーチェンバー現象に関しては2001年にはキャスサンスティーンが著書インターネットは民主主義の敵化で言及していたがこの表現の普及が特に進んだのは2016年アメリカ合衆国大統領選挙が契機であった。エコーチェンバー現象は フィルターバブルという用語とも関係が深い。検索サイトのアルゴリズムが個人に最適化されすぎた結果としてフィルターバブル現象が発生するともはや自分の意見と異なる意見を検索してみることができなくなり結果として泡のような狭い閉じた空間に囚われたように自分の見解と異なる観点の情報から遮断されてしまう。どちらも 自分の意見と異なる情報から遮断される現象を狭い閉じた空間に囚われたことに例えているのは同じだがその違いはフィルターバブルが個人とアルゴリズムの関係で生じるのに対してエコーチェンバーは個人とコミュニティの関係で生じるという点であるインターネット時代以前よりメディアの報道がしばしばエコーチェンバー現象を引き起こすことを マスメディアの報道を注視している人々は認識してきた。メディアの事情通がある主張をしたとすると、その内容は前々から同様の考えを持っていた人々によって反復される。情報がまた聞きで誰かに伝わり、そしてその情報が誇張されたり歪められたりした形で自分のところに帰ってくる。やがて多くの人々がその 誇張されたり歪められたりした形のバージョンを真実だと考えるようになる。そのような形で攻撃的な表現や誤った情報の拡散が引き起こされるという見方もある。インターネット時代になるとこのエコーチェンバーがますます身近になって人々の前に現れた。オンライン上で生じるエコーチェンバー効果は同じような考えを持った人々の集団の一人。 カズトが個々人のトンネルビジョンを融合、発展させることで生じる。インターネット上には自分の考えとよく似た、あるいは自分が賛同できるような特定の見解をすぐに探し出して、スマホで一回タッチするだけで、いいね。したり、リツイートしたりできるシステムがあるので、インターネット上で情報を検索する人は、そういう書き込みをした自分と同じような興味。 考え方の人との間で情報をやり取りすることになりやすい。そういう人たちがより集まることで最終的に形成されるオンラインコミュニティがインターネットにおけるエコーチェンバーである。インターネット上のエコーチェンバーの中に知らないうちに入り込んでしまった人々は自分の意見に対するインターネットの向こうの様々な人々からの反響として 常に自分と同じような考えの意見が返ってくることに気づき、これによって自分の信念をより強固なものとする。特定の事柄に関して様々な意見を持つ人々と出会えるはずのインターネットにおいて、このようなことが起こるのは、インターネット上にはそれぞれ意見が違う一人、数との個人的見解に合致するように作られた出所不明のフェイクニュースを含めた、 幅広く様々な情報がスマホなどですぐ閲覧できる形で存在しており現代の人々はそういった従来型のマスメディアとは違う情報源からのニュースにネットを通じてますます接するようになっているためである Facebook、Google、Twitter といった会社は一人数とが受け取るオンラインニュースに各個人に最適化された特定の情報を機械的に盛り込むアルゴリズムを 立てている。このような個々人に提供するコンテンツをニュース提供元のサーバーで動いているアルゴリズムが個々人がインターネット上に残したプライベートなログを参照しながら閲覧者の興味を推測、それに合わせてニュースを選別しスマホなどの個人用情報端末を通じて提供するという機械的な手法はマスメディアにおいて生身の人間の編集者が個々人ではなく マス向けに情報を提供するという伝統的なニュース編集の機能に変わるものとなってきている。インターネットの登場で個々人の誰もが情報が発信できる情報の民主化が起き、これによって人類が地球規模でつながるようになるという希望がかつてはあったが、結局はフェイスブックなどのソーシャルニュースフィードやアルゴリズムがかつて人類が果たしていた役割を代行することに、 なったがために、かえって人間同士のつながりがバラバラになり、民主主義を破壊する事態を引き起こしている。このように、インターネットにおいて、世界中の様々な人々の意見と触れ合えるようになったはずの人類が、マシンのアルゴリズムの働きによって、逆に泡の膜の中のような狭い世界に、情報的に遮断されてしまう、フィルターバブル現象は、個々人がインターネット上に存在する、 特定の偏った方向に同じ意見を持つ人間同士のつながりにはまり込んだことによってエコーチェンバーの中のような狭い世界に情報的に遮断されてしまうエコーチェンバー現象と相関的に関わり合っている。インターネットのコミュニティには一見国内だけでなく世界中の様々な考えの人々がいるように思えるが実際のオンラインのソーシャルコミュニティは それぞれのコミュニティごとに考えが断片化しており、同じような考えの人々が集団として集まり、コミュニティを構成するすべてのメンバーが特定の偏った方向に同じ意見を持っている。ソーシャルネットワーキングサービスのコミュニティは、コミュニティ内の人々における出所不明の噂を強力に増幅するが、それはコミュニティに属する人々が、自らの属するコミュニティの 公式見解を考慮しない報道機関の記者よりも自分たちの法ずる、真実を補強するために自らが属するコミュニティの面々が提供してくれた証拠類を信じるためである。自らの報ずる、真実を自らがますます補強するというエコーチェンバーのこのような機能によってエコーチェンバーの中ではそのコミュニティにおける真実への同調的意見のみが許されることになり、 批判的議論が大きく阻害されることになる。インターネットに参加する人々がトンネルのように幅の狭い情報基盤だけを持ち、自分の属するソーシャルネットワークの外側の情報に手を伸ばそうとしないのであれば、社会的議論や共有は困難になる。インターネット上の言説においては、インターネット上のコミュニティ同士の見解の相違が特に注目されるが、実際はネットではなく、 リアルに存在する数多くの現実のコミュニティ同士においても政治信条や文化的見解はそれぞれ違い同じコミュニティ内の人々同士においてすら見解の相違があることも珍しくない特定のソーシャルコミュニティ内の相違をもとにインターネットを使うすべての人は皆自分と同じ意見を持っていると錯覚してしまうエコーチェンバー効果は実際は ネットだけでなく国や地域社会といったりある世界のコミュニティにおいても、それぞれのコミュニティの言語的感覚や文化的感覚は、自分の属するネットのコミュニティのものとは全く違う、ということを人間に気づかせることを妨げる恐れがある。いずれにせよ、エコーチェンバー効果は、ある個人の現在の世界観を強化し、 それを実際以上に正確で広く受け入れられた考えであるかのように誤解させる。このようなインターネット上のソーシャルコミュニティにおける反響、均一化の効果に関連して同じように新たに出現してきたもう一つの用語が文化的トライバリズムである。これはインターネットによって国や地域を超えて世界中の人々が考え方を共有する。 グローバル社会となるはずの時代でありながら国や地域よりもっと小さい人々の集団である部族同士が対立していた原始時代に戻ったかのように特定の考え方を共有するごく少数の人間で構成される極めて結束が強い集団同士が対立し合う社会を指すイデオロギー的なエコーチェンバーは何世紀にもわたって様々な形態で存在してきた エコーチンバー現象は、そのほとんどが政治分野において起こるものとされる。ありがとうございます。